はい、本日はですね、こちらノースフェイスの新作スワローテールシャツをご紹介していきたいなというふうに思います。ということでこちら2022年今年から出たモデルになってまして、今まではですねこちらのスワローテールフーディーというねこのタイプは出てました。あのマウンテンパーカーっぽい形は出てたんやけども、今回はシャツになって登場ということで、他にも似てる形でなんかあるかなと思ったら、このコーチジャケットも形めっちゃ似てるんですよね。やけど使う用途はもう全く違います。なのでね、その辺のお話をしていこうと思いますので、本日の流れとしてですね、まずはこちら着用していってサイズ感を見てもらいたいなと思います。初めての商品はサイズ感が怖いですよね。そんな時はまずサイズを見ていきましょう。そしてですね、次がこのシャツの特徴ね、いつ着んのかと、この春夏に出ていつ着んのかっていうのもね明確にありまして、そういった機能とかも搭載されてますので、そんなお話をして、そして最後に価格、デメリット、おすすめの人、この順番でいきたいなと思いますので、よろしくお願いします。まずは着用していこうと思うんですが、こちらフロントはですねジップとなっておりますので、本当にねコーチジャケットに似てるようなスタイルかなと思います。そして裏側はですね、この肩の部分というか胴体の部分だけねメッシュが採用されてるんですよ。まあこれはね後で話します、なんでかっていう話はするんやけども、メッシュが採用されてて、他に関しては表と同じような生地感ですね。表のねこういったリップストップの生地感が裏側にもねこうやって採用されてるという感じになっておりますね。サイズは今回ね L サイズで着用しております。まあ大体ノースフェイス僕全部この2つもね L サイズなんですけども、 L サイズでねこんな感じで着用しておりますね。袖とかもねボタンがついてるんで、しっかりここで留めてくれるんでね、これボタンがなかったりしたらダラーンってこう手が隠れたりするんですけども、ボタン1個ついてるんでね、まあほんとシャツっていう感じのねシルエットですよね。シャツ以上でもないし、シャツ以下でもないというようなね、そういったこの新作のタイプになってるんじゃないかなと思います。ちなみに色に関してはね、このグレーみたいな感じの色がねあんまり人気なかったんやけども、僕個人的には一番使いやすいんちゃうかなと思って、このグレーみたいな色にしました。正式名称はですねこちらに書いてあるんですけども、ヒューズボックスグレーというね名前になっているようです。でね、これ見ていただいてる方からしたらね、いやコーチジャケットと何がちゃうのと、これコーチジャケットやないかいっていう風に思われる方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱり生地の厚みが違います。これも触った感じから違うんやけども、見てる人はそんなこと分かりませんよね。じゃあそういう時はどうするのかというと、測っていきましょう。こういったね計測器で厚さをね測っていくっていうのがあったりするんですよ。ここでね厚さを測るんですけども、まずはこちらのコーチジャケットの袖から測っていきますね。このように測っていくとですね、 0.2 ミリぐらいの厚さ、 0.24 ぐらいのね、ミリぐらいの厚さがあるんですが、 0.006 ミリというめちゃくちゃ極薄ですよね。これも岡本もびっくりしますよ。我らが岡本メンズやったらお好きやと思うんですけども、岡本でも 0.01 や言うてんのにやで、 0.006 って言ったらですね、このスワローテールシャツをねベースに岡本さんもねコラボなんてしていただければ嬉しいかなと思います。その場合のネーミングは何なんでしょうね。スワローテールマグナムフーディーとでも呼ぶんですかね、まあ、ちょっとわからないですけども、そういったね生地感になっておりますので、コーチジャケットと比べるとえらい薄いです。なのでさらっと羽織るような、ね、シャツになってるんですが、これの特徴、じゃあどんな特徴があるんかっていうのを、ね、見てもらいたいなと思うんですけど、普通のシャツやないかと何が違うんですかって思うじゃないですか。そう、違うところ実はあるんです。まず見てください、この背中ね、この背中のところにねベンチレーションって言って、この風が行く用の穴があるんですよね。だからさっきねこの胴体のこっち側だけメッシュついてますねなんていう話してたんやけども、こうやってひっくり返すと蒸れないようにね、こういった風が通るようなベンチレーションっていうのがね、この背中のところに大きく2箇所こうポンポンとね配置されております。だから基本的には春夏に着んねやけども、ちょっとなんか暑いなとか蒸れそうやなってなった時にはね、ちゃんとこういったベンチレーションがあるので蒸れる心配はないですっていうのがね、まあ夏場のシャツとかって大体こういうのありますよね。こういったベンチレーションがまずありますと。そしてですね、次に面白いなと思うのがね、ちょっと暑いなっていう時あるじゃないですか。あ、今日思ってるよりちょっと暑なってきたな、日中暑なってきたなっていう時なんかはね、これ収納できるんですよ。ポケットをねこうやってひっくり返していってあげると、ポケットの中にねくる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 ってこうやって収納できるんですよね。そして最終的にはこれぐらいの大きさになってカバンに掘り込むことができると。でまあさらにナイロンとかポリエステルとかってあんまシワになりづらいんですよね。でコットンとか麻とかっていう天然素材はシワになりやすいんですよ。だからこういうくるくるしたらあんま良くないんやけども、まあ、化学繊維のね人工のナイロンとかポリエステルに関してはそこまでシワを気にする必要がないので、こうやって収納ができるというところがねアウトドアメーカーのね強いところなんですけど、こういった形になってます。でまあこうやって広げてあげてまた着用すれば問題ないと。で多少シワついとってもちょっと 2,30 分着とったらねすぐシワなんか伸びるんで、これはね普通のシャツではあまり見えへんような、ね、形になってるかなと思います。でボタンがねその袖と
ここはボタンやねんけども、ちゃんと、両脇のポケットに関してはこのジップが採用されているので、ジップをね開けたり閉めたりして物をね入れたりできます。これまあ中メッシュやからね、あんまりガンガン入れる感じじゃないんやけど、ちょこっと入るよっていうようなね形の仕様ですね。ではですね、じゃあこちらお値段見ていきたいなと思います。こんな感じでラフに切れてデートでも行けるし、映画見に行くとかなって寒い時あるじゃないですか、そんなのパッて切れたりして、そんなベンチレーションもついてるシャツがおいくらなんですか。そう、19,800円、18,000円の消費税ということで、これを安いと取るかそれとも高いと取るか、まあそれは人によってちゃうんですけども、まあ、収納もできますし、どんなシーンでも持ち運ぶことができる。あ、それはいいじゃないかと思う反面、シャツに2万、それやったらちょっとインディビのシャツ買うわとかね、ちょっとあの高級ラインのシャツ買うわっていう人もいてはるかもしれないんで、まあそんなところで価格がそんな感じ。じゃあ次デメリットとは言いながらも、このシャツのデメリットは何なんかというとですね、このスワローテールフーディーとの違いは何ですかと、ほとんど違いありませんので、まあこれのシャツバージョンになったんやけども、別にシャツバージョンである必要があるんかと言われたら、はっきり言ってちょっと微妙なとこもあるじゃないですか。でこっちやったらね、私服としてしか着られへん、このシャツは私服として着られへんけど、こういったフーディーのねスポーティーなタイプに形にしといてくれたら、ランニングとかでもいけるしね、それこそ子供の習い事とかでもいけるし、もちろん私服でもいけるし、アウトドアでもいけるってことで、こっちの方が汎用性高く見えるんやけども、もうこのシャツに関してはもう街中でしか着ないっていう方はね、このタイプの方がいいと思うんですけど、そういった用途がちょっと限定されるっていうところはね、まあ、デメリットになってくるんじゃないかなと思います。でじゃあ次ね、おすすめの人、こんな人ねおすすめですよっていうところがね、まあ、僕個人的に思うのはね、やっぱりこのさらっとした着心地、こう夏場のね暑い時なんかにあんまりこうベタベタひっつくようなイライラやねんけども、まあ、こういったさらっとした着心地だったら、まあ、僕今ね長袖の上から着てるけども、半袖の上からこうやって着たりとかしても全然さらーっと着こなせるし、それでいてね、僕とかやったらバイク乗るときいいんちゃうかなと思うんですよ。バイク乗ってるときっていうかってね、さすがにやっぱり暑くてもロンティ1枚で乗んのどうかなと思ったりしたら、半袖の上にこういうのを羽織ってあげれば、ちゃんと背中ベンチレーションもついてあるからね、蒸れる心配もないし、である程度の風はねちゃんと守ってくれるんで、バイクとか乗るときなんかねちょうどこれええんちゃうかなと思ったりはするんですけども、まあ、ただいかんせん前がねボタンやから、まあ、防風性っていう意味ではねもう全然これは透き通ってはくるんやけども、まあロンティ1枚で折るぐらいやったらね、まあ、ファッション的にもこうやってたらまあまあかっこええし、風もちゃんと守ってくれるし、体も守ってくれるんで、まあ、バイクとかもいいんちゃうかなと思ったりはするんですけども、そういった方にはおすすめかなと思います。まあ、なのでよりこう私服に特化した感じとか、あとはバイクとか乗んねんけどおしゃれにバイク乗りたい、おじさん臭いバイクは嫌や、まあ、おしゃれに乗りたいなと思う方なんかね、まあ、ちょっとこういったコーチジャケットタイプのねシャツやったら、夏の信号待ちしてる時とかもね結構快適に過ごせると思うんですけど、ここまで分厚くなって 0.2 ミリぐらいまでいくと結構分厚いじゃないですか。いや私ちょっと厚いかなと思うけど 0.006 でしょ、だから岡本もびっくりしてるぐらいなわけやから、それぐらいやったら結構快適に過ごせるんじゃないかなということでね、今回はこちらのスワローテールシャツをご紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。